執行行動から1927年7月2日は、戦前の日本美術関係者、佐賀藩出身、大学南校に更新生として入学後、アメリカ合衆国に留学した。外務省、三井物産に勤務後、起立交渉会社ニューヨーク支店長として渡米し、万国博覧会等多くの博覧会に関わった。アメリカでは、タイルクラブ、グロリアクラブ等を通じて、 フランクロイド・ライト等多くの芸術家、収集家と交流し、日本美術の普及に貢献した。慣営6年2月18日、非前国佐賀に執行、改造の長男として生まれた。署名は、ケンクロ王。執行家は、数代にわたり、佐賀藩に仕えた家柄で、塩素に執行試験がいる。藩校行動館に学び、明治2年東京に留学し、 東京の大倉大輔大隈重信の門下に入った。明治3年大学南校に佐賀反抗申請として入学した。台頭した姿の執行行動明治4年、大隈重信の圧戦でアメリカ合衆国に留学した。同校者は袋久平、倉永伊一郎、古川健次郎、木下周一、炎城事件士、鶴田武氏、辻正殿、ふとし、横尾平太。 柴虎次郎。コネチカット州ミドルタウンセントラルスクールに入学し、タクケ一郎と校長 h e ソ o やタクから通い、1873年6月卒業した。その後1年間ニューヨーク大学に通ったとされるが、オックスフォード大学卒とする資料もあり、詳細不明。1874年6月帰国して、外務省本局翻訳課に勤務し、 1875年4月、アモイ療時間初期生として、清市に渡った。1877年12月三井物産に入社し、1878年8月香港支店となった。執行行動1880年5月起立交渉会社に招かれ、ニューヨーク支店長として、再び渡米し、1883年9月ボストン産業博覧会で、 規立交渉会社及び日本出展各社総代を務めた。1890年6月帰国し、第3回内国官業博覧会審査官を務め、12月、ニューヨークに戻り、資金内だった規立交渉会社解散の事務を行った。1893年7月、シカゴ万国博覧会で、アーネスト・フェノロサ、エドワード・エス・モース、ジョン・ラファージと、 日本美術部門審査員を務めた。1897年2月高柳戸作り、土屋元作とニューヨーク五番街に美術品店さん、笑い堂を開業した。1897年7月の商務省の食卓により、パリ万国博覧会参加事務のため帰国し、1898年、ごろ、麻吹飯倉町一丁目五番地に屋敷を構えた。その後、 1900年パリ万国博覧会、1904年セントルイス万国博覧会、1910年ドンドン日英博覧会、1915年サンフランシスコ万国博覧会で事務官、監査官、審査官、日本出品協会顧問等を務め、その都度現地に赴任した。1905年三井五福店の依頼で、専務取締役、日々大介の欧米視察に同行し、 フランス、ドイツ、オランダ、ロシア、イギリス、スペイン、イタリア、アメリカ合衆国を回った。1921年帝内に、フランクロイドライト設計の洋館を建て、大東京繁盛期中島崎東村、イークラ付近で、周囲と、よく調和した、ゆかしい衣装と称賛されているが、東京大空襲で消失した。1927年7月2日死去し、 麻布区ク剣時に葬られた。1928年4月、直美社により、上野公園梅川邸でいくら品の売り立てが行われた。おい執行一平も、三井物産に勤務し、晩年執行、行動の年譜を作成し、2016年1月26日、死去した。孫執行総根は、バイオテック代表取締役社長、日本人の絵画を収集し、 都島康正記念館館長を務める。なお、戦後苗字の読みが、修行に転化している。1896年、クロリアクラブで主催した浮世絵展のポスターチェイスは、和装女性の絵を何点も描いており、執行、行動の影響が考えられる。1880年入会したタイルクラブでは、ガカウィンスローホーマー、ウィリアム・メリット・チェイス、J ・オールデン・ウィア等と交流して、 影響を与え、収集品の漆器にちなみバーニッシュと呼ばれた。1884年、クロリアクラブ設立時に東洋部員として入会し、浮世絵収集家、ジョン・ラファージ、チャールズ・ラングフリーや、ルイス・カム・フォート・ティファニー、ヘンリー・オズボーン・ハブマイヤー等と交流した。1894年10月蔵書評店に出品した関係で、ロンドン英国蔵書評協会にも入会した。 1890年4月ジョン・ラファージ、エドモンド・クラレンス・ステッドマンの推薦で、センチュリー・アソシエーションに入会した。1890年6月の帰国時には、画家ロバート・フレデリック・ブルームを伴って帰国し、同年来日したジャーナリストヘンリー・セオフィラス・フィンクの面倒も見ている。1895年1月カクストンクラブ設立時に、会員となり、 会長をフレデリック・ウィリアム・グーキンを通じて、フランク・ロイド・ライトと親交を深めた。ライト来日の度に滞在の世話をし、1913年には、ウィリアム・スチュワート・スポールディング、ジョン・テイラー・スポールディング兄弟による浮世絵の大量購入に協力し、現在ボストン美術館、スポールディングコレクションとなっている。ありがとうございます。